はい、どうも、コミです。さて、本日は GS の空村、クランの都を見ていきたいというふうに思います。今日見ていくのは、ドラゴンの崖ですね。おそらくね、ここまでというか、まあ、クランレベル、キャピタルホールレベル6まで上げているクランの皆さんは、相当この村で苦労してんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですかね。結構攻めにくいなっていう印象を持ってる方多いんじゃないかなと思います。このドラゴンの崖。で、ここって、基本的には3手使わされちゃうことがめちゃくちゃ多いんですよ。ウィザードの谷とか、バルーンラグーンとか、大工の作業場っていうところは割と2手で全開取りやすい。で、バーバリアンキャンプはちょっと難しいかなって、ドラゴンの崖がめちゃくちゃやりにくいなって思ってる方、マジで多いと思うんですが、これ、2手で全開する方法を今日は見ていこうというふうに思います。これね、なんていうかな、方法っていうかね、考え方なんですよね。まあ、早速どんな風にやっているか見ていきたいと思うんですけども、あくまで考え方です。この、まあ、空村って、この攻め方すれば全開取れるよっていう、鉄板のアタックってあるようであんまないと思うんですよ。なんだけども、大雑把なね、ものの考え方っていうのは、やっぱり村ごとの特徴っていうのに合わせてあると思っていて、で、今日見ていくのはそれなわけなんですけど、まあ、まずは、プッカーですね、を出していって、攻めていきます。この村って、このね、複数攻撃をしてくるとスーパードラゴンがいるもんだから、こいつにスパジャイとかね、当てるとあっという間に溶かされちゃうんですよね。なので、まあ、インフェルノタワーはちょっとね、厳しいんですけど、インフェルノに行くまでのところっていうのは、こんな感じで、ペッカで押していきます。で、基本的には、まあ、初手って考えるべきは、これ、スーパードラゴンのいるこの範囲ですね。この範囲に入らないように、序盤のユニットを進めていく。これが一つ目のコツかなと思います。で、そうすることによって、こういうとこね、ユニットを出せる範囲がこう広がってますね。こういうとこまでこういうふうに。で、広げることによって、ここももう広がるのかな、多分。この壁が開いて、ここが壊れればね。広げることによって、スーパードラゴンの近くからユニットを出せる。まあ、近くって言っても、もう本当に四方八方からユニットを出せるような感じの準備をしておきます。で、この時点でまだ 35% じゃないですか。ここまで見ると、いや、本当に全開取れんのっていうのが結構ね、皆さんの印象だと思うんですよ。僕もそう思いましたけど、実際にこの次の攻めを見ると、あ、なるほどねっていう感じになるんですよね。さあ、まずは、壁とかをね、こう壊していって、最後少しでもね、攻める、陣地を広げていく、攻める陣地、ユニットを出せる陣地を広げていくっていう感じですね。1手目は 38% の星0なんですけども、ここから一発逆転、星3個取っていきます。まずはあらかじめレイジを出しておいたところで、シングルインフェルノ、一気にレイジアーチャーで叩いていきます。これね。で、スーパードラゴンが反応するんですけども、反応してももう無視ですね。スニークアーチャーを使う上ではあんまりスーパードラゴン気にせずガンガン使っていく、スーパードラゴンにダメージが入んないようにするんですよ。入んないようにするんですけども、そこだけ気をつけて出していくって感じですね。で、ここがポイント。ここです。ここ。ガン無視。スパドラガン無視なんですよね。全くスパドラに構っていません。わかるかな、これ。こっちも同じでしょ。アーチャーで、ちょっとね、こういうとこカットは入れていくものの、基本的には、スパドラを無視して攻めていきます。で、ここはレイジアーチャーでね、スーパードラゴン1体倒しましたけども、さっきも言ったようにアーチャー使うと、基本スパドラのダメージは入んないものの、アーチャーがスパドラ下げちゃって延々とそこに捕まる、時間切れユニットが、使わされるっていうことが起こるんですけども、バルーンだったらそれがないので、ガンガンこんな感じね。ほらちょっともう一回この2手目見たいですよね。2手目こっからどうやってやって取ったのってところがすごい気になると思うんで、見ていきましょう。1分のもうスピード撃破です。一気に行きます。まずはアーチャーでこのシングルインフェルノ、これを殴り壊していきながら、スパドラをちょっと呼び寄せます。まあ、この呼び寄せるっていうのはおそらくマストではないでしょうね。あんまり意識しなくてもいいところだと思う。で、壊して、さあ、こっからだっていうところになったら、ペッカーを使って、まずこっちのね、単体火力が低いところをペッカー当てていきます。で、一気に、スーパーじゃねえよ、なんだっけ、ロケットバルーンを使って、右下の方を壊していく。で、すぐにペッカのところにレイジを使って、対空爆弾、ペッカに殴り壊させるのが目的ですね。で、これをやりながらのロケットバルーン。
一気に押していきます。このアーチャーも、おそらくね、これ、スーパードラゴン倒す用のアーチャーじゃなくて、対空爆弾を壊す前にペッカがやられちゃった場合、このアーチャー使ってね、回収しようっていうところ、プラス、防衛を全部壊し切るぐらいまで行っても、やっぱこういう施設が残っちゃうね、こうキャンプとかね、が残ってしまうってことが、まあ、ちょいちょいありえますんで、スパドラ相手にすると。そういう時に最後の回収をやるためのアーチャーを多めというところだったんでしょうね。めちゃくちゃ綺麗に決まりましたよね、これ。ガン虫なんですね。答えは多分、僕ね、やっぱりこのね、ドラゴンの崖の答えはおそらくガン虫だと思います。ドラゴン相手にしちゃうと、アーチャーとか普通に何体ぐらい、何体っていうか、何枠ぐらいっていうのかな。5枠、4枠ぐらい、0時使わなかったら、使わされちゃうと思うんですよね、確か。僕もやってみたんですけど、結構ね、0時がかかってないアーチャーで殴ろうと思うと時間がかかるし、ユニット数もいるし、まあ時間切れ、かつ、その呪文のね、枠数も0時とか書かれちゃうんで、結構嫌なんですけど、これも同じですよね、もうニャロメさんが、攻めておりますけども、今回スパドラ1体なんですが、見ての通りこんな感じ。やっぱね、ロケットバルーン多めでいって、もうスパドラ無視で攻めるんですね。まずはこの辺、耐久火力が全然ない。これちょっと配置が悪いね、ここはね。いくらなんでも。ニャロメさん相手にこの配置はちょっと、舐めすぎかなっていうところなんですけども、壊しておきます。で、アーチャーとかを使ってじわじわ、まずは陣地を広げることから始めていきますね。ちょっと余談ですけども、ヒルムラーとね、このトラムラの大きな違いとして、この陣地を広げるっていう考え方があるので、こういう壁をね、もう積極的に工場バーバリアン使って開けていくっていうところですね。で、ロケットバルーンがほら、ここ壊しても壁が開いてないから、ユニットが出る枠が広がらないんですよ。この壁今ね、工場バーバリアンで開けたから少しこう広がっていったっていうところですね。で、こうやって、まずはスパドラと当たらないところの、防衛をガツガツ削っていきます。こんな感じ。一気に出していきますね。ヒールを焚いてあげて、さらにロケットバルーン追加していくっていう感じですね。まずは、やっぱね、このスパドラと当たらないところを削ることによる、ユニットの出せる範囲の拡大ですね。これを確実に初手でやっていくこと。で、それが済んだら、あとは、スパドラをもう無視しまくりながら、ガンガン数の力で押していくという感じになりますね。はい、これも地区ホールに対してバーバリアンがアプローチをしているところに、こう、スパドラが来ますけども、逆にね、こうスパドラが来ちゃうことによって、このスパドラ、次もう一回、攻め入った時にも、この位置に、とどまってるんですね。なんで、これ完全にもう釣ってる状態になってます。見ててほしいんですけど、地区ホールが今あるここのね、ところに、スパドラ次の攻めでもこう残ってるんですよ、こういう風に。なんで、釣り出した状態で一気にロケットバルーンを使って、スパドラがいないあたりを削っていくという感じですね。これで、ゲームクリアという格好になるわけです。うまいですよね。うまいな。この無視の仕方。だってほぼほぼスパドラノーダメージじゃないですか。こんだけなんかさ、ミドカスにされたら、ちょっと逆にスパドラがかわいそうだなっていうぐらいね、ところな気がするんですけど、はい。まあ、こういうね、攻め方をすることによって、このドラゴンの崖に関してはクリアしていくというのがね、おそらく王道のパターンになってくるんじゃないかというふうに思います。まあ、これからね、スパドラキラーのユニットとかが出てくればまた話は違うのかもしれないですけど、おそらくね、これもガン虫がいいんじゃないかなと思います。一回、飛空錠を使ってね、スパドラとタイマン張ってみたんですけど、ダメージ半分ぐらい体力削られちゃうんですよ。全然美味しくないんで、飛空錠もね、そんないいスパドラ対策とは言えないと思うんですね。となったらやっぱりもう、こいつらには一切目もくれずに、こうロケバルとかね、アーチャー使ってガガガガッと、周りを削っていってからの、最後まで無視。最後まで無視。ということをね、やるのが得策かというふうに思います。ぜひね、今度の週末合戦でも、このドラゴンの崖攻める、ことになる方多いと思いますし、あと、まあ、これからね、キャピタルホール6になる方は、もう嫌おうがなしにここ、攻めさせられると思います。まあ、最初はスパドラいないんでいいんですけど、スパドラが1体、まあ、2体ぐらいになってきちゃうと、2体ぐらいか、2体かな、になっちゃうと結構攻めにくいので、あんまりね、スパドラに踊らされずに、目の前の施設を壊すことがね、別にスパドラ倒すことは全開条件じゃありませんから、そこを意識しながら、クリアを目指してみてもらえるといいんじゃないかというふうに思います。
はい、というところでですね、今日は、クランの都ドラゴンの崖の似てクリアの方法というところでですね、お送りしてまいりました。どうだったでしょうか。ぜひね、これからも、ね、空村みんなで楽しんでいきたいというふうに思いますので、今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今日の、ね、動画を終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。ロケバルねロケバル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。